台風接近を前に果樹園ではリンゴの木に支柱を取り付ける作業が行われています。金沢市の果樹園では強風の影響で実が落ちないよう支柱を立てて枝を補強する作業が行われていました。この果樹園ではこれから6万個以上のリンゴと梨の収穫を控えていて、収穫直前での台風の襲来に警戒を強めています。できることだけ、やり残すことのないように対策はしたいなと思っています。それ以上で落ちたらどうしようもないですね。台風の接近に伴い徐々に風が強まり、最大瞬間風速は加賀市姿谷で 17.3 メートル、羽咋市で 16.7 メートルを観測しました。明日予想される最大瞬間風速は陸上で35メートル、海上で40メートルとなっていて警戒が必要です。また明日午後6時までの24時間降水量はいずれも多いところで加賀野とともに130ミリの見込みです。海でも対策が行われています。金沢市の金岩港では強風に備え、漁師が船をロープで固定する作業が行われていました。それなりにロープも張って対策しようかと思います。明日予想される波の高さは加賀野とともに6メートルとなっています。沿岸では明日未明から明け方にかけ台風の接近により潮位が高くなる予報で、警報級の高潮となるところもある見込みです。